皆さんおはこんばんち。こんばんち。17歳から始めるロナウド、続きやっていきます。前回は初めてのマドリードダービーを迎え、劇的勝利で勝ち点3を取ることができました。でもロナウドは活躍微妙だったから、今回で前回分の活躍をしたいところだね。今回はバルセロナとのクラシコもあるため、より気合を入れて頑張りたいと思います。次戦のオサスナ戦は作業時間の都合でシミュレーションします。頼むから負けないでね。2対1で勝利できたみたいです。よかったよかった。一旦代表ウィークになりますが、これは親善試合のため同様に締めさせてください。仕方ないね。結果はご覧の通り、ウクライナに3対0で勝利し、イングランド相手には0対4で大敗しました。これは派手にやられてしまったな。ベリンガム怪我してる。この代表ウィークにもちろんベリンガムも招集されており、大怪我をしてしまったようです。うん、まず主力を欠くこともすごく痛いんだけど、壊れた足ってなんやねん。おもちゃみたいな言い方するなし。ということで、しばらくは他の選手がトップ下に起用されそうです。リーグ第10節の相手はセルヒオ・ラモス率いるセビージャです。クラシコ前にラモスの洗礼を受けましょうってか。そのスタメンがこちら。ベリンガムの位置にはブラヒムが抜擢。お、ここまで出場なかったから見たいね。今までケパカルニンが多かったけど、クルトワが戻りつつあるようで嬉しいです。それでは試合を見ていきましょう。モドリッチのこんな旗あるんだな。この旗について詳しく知っている方いたら、コメントでぜひ教えてくれると勉強になります。セビージャのスタメンがこちら。ロナウドとラモスの激闘が見れたら最高ですな。早速試合に関係なくて申し訳ないのですが、もっと導入しているのでラモスの容姿をチェックしてみました。タプーが相変わらずすごいね。耳裏の首に狼の漢字も入れてるんだね。失礼しました。それでは試合を見ていきましょう。いきなり失点してしまいました。あらや。試合は16分、オカンポスのヘディングでセビージャが先制します。5分後の21分、再びセビージャの攻撃です。ソにスーパーなミドルを決められました。本当にこのゲーム守備が甘いよな。これでマドリーは早速2点ビハインドになります。もうこれ以上は失点しないのを前提に、最低でも前半のうちに1点は取り返したいな。味方のコンピューターの不審な動きに苦戦しつつ、試合は45分になろうとしております。今作の最大の敵と言っても過言ではない。ペナルティエリア内でチュアメニがファウルしたようです。今回の主審厳しくないか。ラリーガはよく笛が鳴りますな。これファウルなの。ラモスがキッカーです。クルトワ止めて。クルトワがビッグセーブしました。このセーブは本当に大きいよ。前半終了。結局マドリーは一切チャンスを作れず、後半へ挑みます。毎回スライダー設定変えてるんだけど、一向にコンピューターの動きが良くならないのが悩みの種です。後半早々にマドリーがカードを切っていきます。ブラヒムがアウト。ロドリゴをインします。頼んだぜ。続けて交代。疑惑のペナルティキックを与えてしまったチュアメニを下げてクロースを入れます。セビージャも交代カードって言ってるね。73分にしてやっと初めてのチャンスが。交代で入った2人が絡みながら、ロナウドが冷静に決めます。やっとやっと。まずは1点着実に追いつこう。残り時間が少なくなり、アンチェロッティが戦術変更していきます。4-3-3 の形でロナウドをトップに配置。先ほど得点した勢いで早めに追いつきたいね。試合も終わりが見える時間になってきました。画面外で見えなかったがボールを奪い、ロナウドがワンタッチでロドリゴへ繋ぎます。ロナウドとビニシウスも走ってるぞ。同点弾。ロナウドがまたもや冷静に決めて同点に追いつきます。一度ポストに当たった時は焦ったけど、運よく足元に跳ね返ってきて助かりました。試合終了。後半の追い上げでなんとかスコアドローにできました。いやー、このままではいかんな。勝ち切れるよう頑張りましょう。今年のバロンドール候補者が発表。ロナウドは入っておらず、この4名が候補になるようだ。1シーズン目はハーランド、2シーズン目はエンバペ、今シーズンは誰だろうね。気持ちはクラシコに向いているが、我々のグループ内で負けなしのブラガが立ちはだかります。本当ならビビらない場面だけど、1回ナポリに負けてるから不安なんよ。スタメンはこちら。ロナウド、
コセルのコンビと、今回はブラヒムではなくデュレル君がトップ下に、ここで勝たないと雲行き怪しくなるから、絶対に勝ちましょう。まずはマドリーのコーナーキックから、ロナウドが頭でねじ込みます。早速得点しててすごいな。勝負ごとになればなるほど強くなるロナウド。山なりになってゴールに吸い込まれたな。22分、モドリッチからの素晴らしいスルーパスからホセルのシュート、これはセーブされてしまいます。モドリッチのセンスは見てて飽きないよな。そのままコーナーキックを見ていきます。惜しい。まだまだマドリーは畳みかけていきます。セリージャ戦とは大違いのコンピューターの動きです。相手にボールが当たってしまうもロナウドが回収。フランガルシアの左足で追加点を取ります。いやー調子いいですね。これでこそレアルマドリーですよ。ブラガに攻撃を許さないまま前半終了。2点リードでハーフタイムへ行きます。クラシコ前に調子を取り戻せそうでよかったよ。後半開始、リードしてるところでビニシウスを入れていきます。デュレル君コーナーキックでのアシストついてナイスだったぜ。70分にはガルシアを下げてメンディ投入します。ガルシア得点してくれてありがとうな。73分、運よく枠外に行ってくれました。危ない危ない。試合終了。戦すると思っていたブラガ戦は2対0で勝利することができました。待ってろよバルセロナ。チャンピオンズリーググループステージ第3節まで終えて暫定6ポイントで3クラブが並んでおります。ただ勝てばいい、それだけだぜ。ついに次戦はエルクラシコ、バルセロナとの対決があります。ベリンガムにはいてほしかったけど、それは関係なしにロナウドがバルセロナを破壊してやるぜ。リーグ順位表を見てみると、23ポイントでバルセロナが1位、1ポイント差でマドリーが続いてます。ここで絶対に勝利を手にして、1位の席を奪い取ろう。リーグ得点ランキングでも、レバンドフスキが10試合10ゴールで暫定得点王、ロナウドは10試合で8ゴールで4位なので、この試合でリーグ順位ともに首を取れるかもしれません。ハットトリックするしかないでしょ。スタメンはこんな感じ。チャンピオンズリーグのせいでほぼスタミナが切れたメンツ揃いだが、ロナウド含めおなじみのメンバーが名を連ねております。緊張してきたな。それではエルクラシコ、名前の通り伝統の一戦をご覧いただきましょう。バルセロナのスタメン紹介。ゴールキーパーテアシテイゲン、後ろは右からカンセロ、アラウホ、イニゴマルティネス、バルデ、中盤はデヨング、ギュンドアン、セルジロベルト、前3人がラフィーニャ、レバンドフスキ、ガビダ。レバンドフスキの決定力にはもちろん注意しないとな。ベンチはこの7人。ヤマル選手はゲーム内にいないので出てきません。試合開始直後のシーン、アラバがパスカットしロナウドへ。またマドリーボールからロナウドからアラバ。ロナウドめがけたパスはカンセロにカットされ、簡単にカウンター攻撃をさせてしまいます。戻れ戻れ。ガビからラフィーニャボールが渡り、リュディガーが翻弄されまくって打たせてしまう。外してくれたからよかったけど、一回こうなったら次仕掛けられる時が怖いな。お、いい抜け出ししてるぞ。ロドリゴからアラバにパス、ロナウドがもらって、よっしゃー、ロナウドが先制点を取ります。マドリーに来てまだ半年も経っていないが、今までの戦績、クラシコで得点したことでファンのハートはわしづかみにできただろう。28分、マドリーのスローイン。ここまでまだ順調かな。ロナウドが狙ってきます。惜しい。バルセロナも仕掛けていきます。ラフィーニャ対ユディガーだ。あ、またかわされてる。これはシュートを防ぎました。ミリトン助かるぜ。すかさずマドリーがカウンターへ。バルベルデのヘディングはステイゲンがセーブします。マジか、今の防げちゃうんだね。両チーム激しく攻め合う中、ゲームは40分台に突入します。マジか、これもしのぎますか。指定源がキレキレです。次の得点まで遠くなりそうだな。デヨング、ラフィーニャ、嫌な時間で失点します。いやー、ラフィーニャはずっと危険だったからな。対応ができてなかったな。守備陣の爪も甘かったです。
ここで前半終了。ロナウドとラフィーニャの1点ずつでスコアドローのまま後半に行くことに。まだまだ先が読めない展開だ。ここまでの試合データはこちら。ボール支配は五分五分で、シュート数に差があるといった状態です。マドリーとしてはもっと得点取ってないとダメだな。後半開始、ロドリゴがアラウホから奪い取り、クロースの神スルーパスが通ってきます。このチャンスはものにしたい。これはさすがだわ。後半開始直後にスコアが動きました。ついにこれを見れるとは。この大事な一戦、貴重な勝ち越し弾を決めた時に解禁しました。これからはたくさん見れるな。一度アラウホにブロックされかけたけど、なんとかシュートに持っていけたな。指定弦の股を抜いてやったぜ。しかし後半は始まったばかり。まだまだ油断はできません。ロナウドがパスミスしてしまう。今のファウルじゃないんか。バルセロナボールになってしまい、まずいまたラフィーニャだ。またもや同点になる展開に。これラフィーニャとロナウドどっちもハットトリック取れそうだな。56分、チュアメニからロナウドめがけたフィード、これは枠外へ。いやー惜しかった。互角な戦いなだけあって、攻めたら攻められるお互いに繰り返している状態です。ユディガーのクリア、チョップでかわして外に逃げていくボールになってしまいます。あと一歩って感じだね。チョップで避けたところまでは完璧だった。66分、ここでまた試合が動きます。もうこの19歳怖いです。初めてのクラシコでハットトリック決めるなんて。いいパスワークからのいい崩し、まるでゴールまでのレールが敷かれていたかのような得点シーンでした。その間に選手交代。バルセロナはガビを下げてフェラントーレス、マドリーはブラヒムを下げてビニシウスを投入します。ギアが上がってきた感じするね。その後も調子がついたマドリーの攻撃が止まらず、試合は74分に。ビニシウスはロナウドには出さず己で突破を試みます。立て続けに得点式がつけば2点差に。4対2と圧倒しております。ロナウドのハットトリックから一気に流れが変わったな。試合終了。なんとロナウドのハットトリックもあり、アウェイに乗り込んだエルクラシコは4対2の大勝に終わりました。でもここまでのことをしても違和感がないというか、むしろゲームの中ですらリアルのロナウドを超えることができるかわからないと言い切れちゃうのがロナウドの凄さだよな。これだけのシュートを放ってました。ロナウドはプレイヤーオブザマッチに選出。後半の巻き返しに大きく貢献できました。素晴らしい素晴らしい。この勝利をもってロナウドは暫定得点王に。試合に出せば1ゴールはしてくれる期待値になりました。こちらも暫定首位に。この調子で優勝、いや3冠達成を狙っていきます。私たちならできる。それじゃあちょっと日程を進めてっと。何か読み込みが始まったな。バロンドール受賞式に招待されたとか。なぜか画面が固まっております。変わりないね。処理落ちとかバグが怖いので何も触らず待ってます。ってあれ、まだ動いてないじゃん。あ、ボタン押したらスキップされちゃった。マジでバロンドール ?2023 年若手版バロンドール、いわゆるコパトロフィーを受賞しました。これはどのくらい価値あるのかわからない。今年のバロンドールはハーランドでした。しばらくはエンバペとの取り合いになりそうだな。これにて10月のスケジュールが終了。2敗1分けをしてしまったものの、最後の最後に持ち直すことに成功しました。ロナウドは現在14試合15ゴール3アシストと、すっかりマドリーの点取り後化してます。伝説はまだまだこれからよ。次回もリーグ戦、チャンピオンズリーグともに頑張っていきます。もう少ししたらカップ戦も予定入ってくるかな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。